どうしてても集中力ががななくなってきた時はどうすするのが最善ですかまあこれはですね、まあいろんな方法を僕は模索してきたんですけど、まず一つが、例えば寝るとかね、もう10分でいいから寝るとか、あるいは僕は音楽を聴いてもう2曲聴くみたいな感じで曲数指定して、その曲数めちゃくちゃ大音量しながら机に突っ伏すとか、まあそういうことをしたり、まあ 本当に5分だけうろちょろ回るとか、もうとにかく短期、短時間だけリフレッシュできる何かっていうものを積極的に導入していくっていうのがまず一つ。あるいは、その集中力がなくなってきた時って、結構なんかマンネリ化してる時だったりするんですよ。僕の今で言うと公認会計士のまあ財務会計論をずっと勉強してきて、なんか仕分け切るの飽きたな、みたいな感じの時に、また別のね、 全く別の勉強してみる。例えば、監査論とか、あるいは、租税法とか。大学入試で言うと、数学やりながら、数学が飽きてきたら、ちょっと英単語を間に覚えてみるか、って言って、パラパラ英単語を覚えるとかね。そういう感じで、ものを変えることによって、また、一回リセットされるので、そこで集中力が戻ってくるかな、というふうに思います。次の質問に行きます。えー、集中力の上げ方。集中力の上げ方ね、<ー>これはね、 俺の場合で言うとやばいやばいって思うことだよね。<laughs> それが一番ね、集中できるのよ、人って。だって、もうさ、やらざるを得ないじゃん。やろうかな、よし、やろうって自分の意思でやるんじゃなくて、もうやらされてるわけだから、やらざるを得ないのよ。っていうのはね、もうずっと無限に集中できる。